どうもプテラタカハシです。今回は第2回を回すマリカ杯大会までの練習動画、17日目を撮っていきたいと思います。ここはワリオ鉱山、11人部屋なので8割がカイワリです。はい、お願いします。ここはスタート場所をしっかり見つらないようにしたい。昨日予選模擬やってきたんですけど、予選模擬でですね、僕課題が見つかりまして、その課題が何かというと、スタート場所が高すぎる、高いします。スタート場所が下手すぎるという課題、そしてコインが取れない、遅すぎる。ちょっとおい、もう譲ってよ。ガッツリ高ろ。なんかこれ和猫だね、高い子じゃなくて激前子だからね、厳しいよな。まあまあまあ、言うてもです、言うても人が集めたコインを一切搾取して、いらなかったね。人が集めたコインと移動するコインを搾取して回収して、さあピッタルブ、後ろの方を打てね、これぐらい遅いよ。ここ割と注意帯気味なんで、スター使って、はい、キノコ1、キノコ2、キノコ3、大丈夫だね、被害は加えて、ここに、お前かい、被害、もう一回、キノコはもう頑張った。ここで4まで、さあ、ブロック、ちょっとブロックして。バックスナイトで交換、赤さん取ってくる、ファイヤーをしっかり避けて、はい、君は、はい、君は死になさい、ね、死になんかラグすぎんそれ、誰、何それ。3位から、取られた、まあいいだろう、赤は持ってない、ちゃんちょっと嫌なこと言っちゃおうかな。さあ、ここから大きくこの青子はナイスだね。最近どうかな、ここで前出て1位、これもう束縛で、はい、ナイス、オッケー、1位。いや、非常に素晴らしい。あ、レートもぼちぼち高い。平均レート1万2、3000ぐらいはありそうだね。で、まあ今みたいに1回下がっても、スターループとかでね、打開全然いけるんだね。まあ前子だとちょっと厳しいけど、結構前子だったけど、まあ総力でそこそこ抜けたから、まあ、こういった展開もで本番はあるだろうから、いいっすね。で、昨日は予選模擬をやってきたんですけど、走ったレースがですね、6レース、6レース、6レース、8レース、12レースっていう、予選が 6×3 本で、準決 8レースの決勝12レースっていう構成なんですけど、まあ、それやってきたんですよ。だから全部で38レースか。で、準決と予選3本、6、6、6、8で上位6位以上入れたんですよね。どっかのレースではね、総合1位とか取れたりとか、予選では総合2位だったんですよね。原産1位で僕2位で、結構ね、強い人いたんですけど、見事ね、勝ち切ることができて、で、やっぱね、打開とかのやり方とか分かった分、成功できる機会が増えたので、割と自信につながったね。結構ね、走り自体はそんなに下手じゃないなって我ながら思ったんだけど、でもなんか勝てないっていう機会が多かったところを、まあ、なんか立ち回りとかをね、はたいずに教えてもらえて勝てました。例えばこことかもいつもだったらここにね、ちょっと距離行くんですけど、とにかくここは金で、これちょっと怖いよ、怖すぎる、インつけて、もちろん前頑張るでしょ、感じで出るし、見ながら取れるコインを回収すればいいっていう感じで、なるほどなと思って、
で、まだ前張りできてるから、このまま行きましょう。赤子は敵に当たらないように警戒しながら剥がしてもいいけど、後ろの人は相手これは、はい、危ねえ死ぬかと思った。よいしょよいしょ、ちょっとね、前出なくていいような気がするんだよな。まあ仰受けをしてもらいたいから、前出なくてもいいのかな。ファイアボールは怖すぎるね。あ、起きた。怖かった今。二度攻警戒で後ろ放った。これは右で大丈夫。うわ、バックがうまいね。よいしょ、持ってそれなりに悪くない順位は取れそうだが、あ、オッケー、削って赤で、ほい、あ、バックだね。ナイスナイス、2でいいね。オッケー、結構いいね。やっぱりノラレートだとあんまり負ける機会少なくなってる、明らかに。この間1枚いったばっけだけど、もう1万500だからね。やっぱ、割と高順位を連発できるようになってるっていうのは結構いいね。自信につながる。で、ニューヨークがね、マジで得意子になって、これニューヨーク、まあ1位スタートとかでニューヨーク引けたら、ほぼ勝てるんじゃないかなっていうぐらい、結構自信につながってるんだよね、今。まあスタート出して見せたらあれだけど、かなりね。昨日とかの予選ではね、青子を食らっても耐えたような気がするんだよな。結構大差で勝てたからね。ニンニンもね、割と勝てたな。でもニンニンは正直履修あんまりできてないから、ちょっとどこぞのタイミングでやりたいな。ほい、ナイス。いや、ここちょっと前張れると思う、僕。さあ行きましょう。スタートダッシュ成功。よいしょ。ここでミニターボ1試してから、盛り上がりの前ぐらいで簡単め入れの、ここでポイント回収しの、はい、1試めから、1試め、1試め、え、ウィンコインでラグ、なんかコインコインに動揺したせいです。これは選べるなって言ったり、なんかね、動揺コインコインじゃなければ防げたかな。切れそう、ほい、2まで、大丈夫、効力で負けない。まね、了解。あ、ちょ、前でよく。大丈夫、効力で負けない。ここは。前でこう。ここは入れちゃう。ダブル割りして。ジャンプアクション、ジャンプアクション。なんなんだこれ。おい、ふざけんな、ふざけんな。ちょ、待て。赤やめろ。よし、オッケーオッケーオッケー。ダブルコインやめてよ。これラグだからね、これ。まあね、こういったことが起きても勝てるという。ニューヨークはマジで本番ピックコースですね、これ。
え？多分ラグかったんだな、この部屋。全然この展開来たわ。ちょっとごめん、あのお手洗いっていい？多分まだ終わんないから、もうちょっとかかるかと思って、で終わるから、もうすぐして、お手洗い行くわ。ちょっと毎日投稿するマリカの下りは編集とかする気ないんですけど、だからこういうこともあります。今3レースだよね。3レース走ってるんで、あと3ちょっとごめんね。こうちょっと雑な感じでいいでしょう。日頃の日常感があっていいでしょう。まあ、ゆっくり話しましょうか。やっぱりね、思ったのが、本当に9位割っていうのが非常に重要で、一番いいのが、表スター、裏、キノさんとか、まあもちろんね、キノキラーとか、スターキラーとかが一番いいんだけど、スタープラスキノコによって、疑似キラーっていうのができるんですよね。スター中にキノコを、ジューン、ジューン、ジューンみたいな感じでやっていくことによって、その疑似的なキラーになるという。だスピードも速いし、無敵だしっていう、それでがっつり上がるっていうのが本当に強いなと思いました。あ、この人1位になるじゃなくて、あーもったいね、ケツに当たっちゃった。あーで焦ってアイテム殴りまくってでまた被弾するという、もうあるよね、あるよね、それわかるよ、ね、わかる、本当に辛いよなそれ。本当に辛い。でもね、あれね、アイテムね、ぶん投げても別にいいと思うんだよね。あんま関係ないからな。焦って投げると普通になんか誰かの足を引っ張りたいから投げる。かわいそうに、今のドンキ。すごいわかるわ。一番いいのはもうゴール中、ゴールをね、もう無敵で入れたら最高だよな。ゴール前被弾って結構あるから。悪意のあるバックスナとかさ。ミューパか。さあ10人かな。11人だと8割が下位になるから、11人か、 OK。 じゃあ8割がスターとか、まあ、その、なんだろう、パックンとかファイアフラワーとかのゴミが出ない。ミラーミューパン。ミラーミューパン終わった。ミューパンも嫌いなのに、ミラーになったらより嫌いだわ。スタートダッシュは今日はミスってない。よいしょ。ここは2段ためからウルトラまで行けるはずなんだけど、他の方法は知りません。取らないんかい。あー落ちるんか。押されたかな。よいしょ。ただまあミラーはちょっと難しいね。
あれ爆弾されたか。危ない、おいおいおい、当たるみたいな。この人赤回してる、怖すぎる。いやー、自分か、赤回してるの見えてたけど、もっと前出た方が良かったな。こういうふうにゴミが出ちゃうんですよね、7倍だと。今は一瞬抜けられていなかった。ついに優勝。いや、これミラーじゃなかったらポーズになってないから。いや、えぐっ、ダブルパンチ。最終ゲーで、まだ可能です。打開は可能なのか。追いたい。よいしょ。7弱いという残念だ。うわー、しかもダブル取れないし。これまあミラなんだ。もう僕は何かあったらもうすぐミラの手です。おーい、許すわ。ジャンプ台まで。逆でしょ、そこは。おいおいおい、スター重くなったらマジ一緒に伸びたぞ今。パックとかゴミやめて。ちょっと伸びるかな。よいしょ、オッケー。あった、あ、伸びた。まあまあミラーはね、レギュ外なんで、うん、専門外なんで、もうこれ全く問題ないです。全く問題ない、本当に問題ないからね。もう1ミリも悲しくない。ニューヨーク、さらにピック。ただまあね、自分のコースが選ばれる確率なんて12分の1だからな。だったらあれかな、だったらやっぱ全部のコースを70点ぐらいにした方がいいんだよな。まあ、で、まあ、自分は得意コースをちょっとピックしておくみたいな。苦手コースっていうのがね、弱いよね、このルールにおいて。ちなみにネオクッパシティは苦手です。てかここ好きな人いないよな、あんまな。あと2レースかな。帰るには、すごい。これまあ、着地おりゃー。オッケーオッケー。コイン回収して、打開気味な。そういう場でしたね。より狙いますよ。言われてはぁ、あ、大きな声を出した。厳しいね。俺厳しいね。調整ミス。割れる、食い割れ、オッケー、いけるいける、いいね。いやぁ、本当に罪よな。なんか遅くなるのにコインも減るって、どこだ？まだない。だわ。コイン。ジジキラーで、ジジキラーで。
なんだったない神回避されて無敵で多少伸びてナイスじゃないいいじゃないオッケーオッケーオッケー4位ナイス耐え耐えですこれは耐えでしょうでもねもうちょっと順位伸びたかもしれないなと思うのがあそこだねやっぱ2周目の 2個目1個目か2個目のアイテムスルーが痛かったさすがにはいさすがに叫んじゃうあれはでもまあ負けてない7位以下を敗北とするなら今日は7位以下取ってないんじゃない取ったかいや取ってないよな取ってないと思うミラーはおおミラーはお遊びなんだよすいませんツイッター開いてたんですけどツイッターに流れてた動画が流れちゃいました気にしないでさあもういらんミラーはいいよだからモギがやりたいんだよだから予選想定がやりたいんだよねえみんなねそう思うでしょファイヤースタートダッシュはミスってないんでここは評価したいが最初は陣取りをして風なんてもらっちゃって本格的に前に出る本格的に前に出てやべコースが分かんないよコースが分かんないがしっかりと読みでこれ左ねじゃあ右か右ねダートブルーがジャンプ対応するいいねいいねこれはいい感じになるで武士さんを無視してさあ青が来る時にアップデートされちゃうかなー程度見えないぞナイスースノクラー対応できるなこれがいい入れてもらって間に合わないかあるいはあるいはもう一個伸びる伸びるかもうわあナイスにーオッケー負けない立ち回りですねこれは、うん、今のアイテム交換間に合ってなかったからまあしょうがないかなうん大丈夫ですオッケー表がね防御だったらギリ間に合ったかというわけで今回はあれ終わりだよね終わりですかあれ6で走ったうん6で走った3レースやって、ミラー通常ミラーだもんね OK じゃあ終わりまーす皆さんお疲れ様でしたまた明日も応援してねバイバイ。